はい、皆さんこんにちは。テリオンのゲームのお部屋へようこそいらっしゃいませ。ということで続きやっていきましょう。428封鎖された渋谷で、ということで、ゲーム実況者のテリオンと申します。改めてよろしくお願いいたします。3年ぐらい実況させていただいておりますが、半年ほどですね、病気で実況できませんでした。その間もですね、チャンネル登録者というかサポーターの方が非常に、ありがたいことに増えておりまして、現在130名を超えるといった状況になっております。この動画は2022年のですね、8月ぐらいに撮ってるんですけど、皆さんのご愛顧いただけておりまして、年内2022年に1000名を目指しております。1000名を、ね、2023年に超えていれば1000名以上、超えていなければ引き続き1000名ということで目指していきたいので、皆さんぜひぜひ協力お願いいたします。病気の回復のためにも、さらなるゲーム実況の継続のためにも、皆さんのサポートをいただけることを嬉しく思っております。 Hello everyone, my name is Terion. I am a game driver. I posted a lot of videos so far. I have been playing live forthree years, but I was sick and couldn't play for about half a year. I'm aiming for 1,000 subscribers by the end of the year. I would be grateful if you could support me for the recovery of the illness and for the continuation of the gameplay. Please support me by subscribing to my channel. ということでやっていきましょう。今回はですね、14時15時の大沢さんね、大沢さんやっていきましょうね。だいたい2、30分目処にプレイしていこうと思っています。自分の領域に踏み込まれたくない。だから他人の領域にも踏み込まない。そうやって生きてきた。そうやって、ナギを作ってきた。ところが何かが狂い始めている。自分と他人の境界線が乱れ始めている。嫌だ。こんなの嫌だ。私が、私で亡くなってしまう。さあ、大沢さんの章がね、一番暗いからね、これ体力めっちゃ使うんですよ。そんなこととても耐えられそうになかった。おりゃっ、おー、表に出ようとして田中に梶原は思いっきり飛びついた。二人はもつれるようにして限界に倒れ込んだ。何をするんですか、じっとしていてください。梶原は盗聴探知機を田中の体に向けた。胸のあたりで反応が大きくなった。梶原は田中から何かを剥ぎ取った。盗聴器です。梶原がやっと優秀なところ見せた。不気味な刑事だと思ってたけど、顔がちょっとかっこよくなったな。それはネクタイピンだった。田中の顔が青ざめる。これをどこで手に入れたんですか。いや、その、なぜだか田中は口ごもっている。私があげたのだよ。そう言って愛が2階から降りてきた。君が盗聴していたのか。大沢はうわずった声を上げた。奥さん、詳しく説明してもらえますか。梶原が珍しく真剣な表情をする。何も聞こえやしなかったわ。やっぱり安物はダメね。愛は家本をちらつかせた。そいつは、それはいつどこで手に入れたもので。さっき出かけたでしょ、その時に買ってきたの。ではなぜ田中さんに盗聴器を。梶原が矢継ぎ早に聞く。そうです、奥さんどうしてですか。田中も動揺した様子で愛に詰め寄った。田中さん、さっき外で誰かにメールしていたでしょ。私窓から見たのよ。メールですか。梶原が田中の顔を見る。しばらくして家に入ってきたから、どこに行ってたのって聞いたの。そしたら何て言ったと思う。愛は勝ち誇ったように一度を見渡してから言った。研究所で調べ物してたですって。ずっと携帯をいじってたくせに。だから盗聴器をつければそのうち尻尾を出すと。もういい。大沢が愛の話を遮った。そのメールの相手は瞳だと言えるものなら言いたかった。ま、話は分かりました。愛の話を聞き終えると、梶原は腕組みをした。奥さんは田中さんが犯人と連絡を取っていると思った。それで盗聴器をつけたというわけですね。梶原が田中に一歩、寄る。田中さんは誰にメールを。そうよ。田中さん、携帯を見せなさいよ。そうすればはっきりするわ。大沢は焦った。携帯電話を確認されたら瞳からのメールが見られてしまう。もし犯人にこのことがバレれば、マリアの身が危険にさらされるかもしれないのだ。それとも私に見せられない理由でもあるの。愛はしつこく急がる。愛、やめるんだ。とっさに大声を出した。あなた。愛が驚いた顔をする。私が田中に頼んだんだ、メールを送ってもらうように。相手は誰。それは。大沢は何とかごまかそうとした。私だ、仕事関係の人だ。プリティハニーだ。仕事関係の人だ。いや、しかしですね、すぐに梶原が突っ込んできた。書斎にパソコンがあるじゃないですか。メールはご自分でも送れるのでは。こんな時だけやけに鋭い。なんかよくわからないが、パソコンでうまくメールが送れなくなっていたんだよ。とにかく田中のメールに関しては何も問題はない。問題ないと言ったら問題はないんだ。
苦しい言い訳だったが意地でも押し通した。さ、もういいだろう。大沢はそう言うと玄関のドアを開けた。田中には私が頼んだ用事があるんだ。わあ、苦しい言い訳だな。田中は小さくなでて外に出て行った。ちょっと待って。それでも愛は田中に追いすがろうとする。いい加減にしないか。田中が犯人と繋がっているわけがないだろう。ピシャリと言うと諦めたようにうなだれた。まあまあ、それだけ娘さんのことが心配なんですよね。梶原が慰めるように声をかけたが、愛はそっぽを向いて2階へ上がっていった。まあ、愛からしたらさ、もう娘さんがさ、もう前妻の子だから全く関係ない血の繋がりがないんだよね。しかし、心配していたとして、ネクタイピンのプレゼントというのはどうも。ネクタイにつける飾り留め具のこと。昔はカフスや車掌と並ぶサラリーマンの必須アイテムだった。最近はタイバーという名称でリニューアルされ、一部のおじさまの間で密かなブームとなっている。ここでもそれとカジュアルが呟いた。どういう意味だ？いえ、なんでもありません。まあ、そんなもん、そんな身につけるものとか普通はあげないからね。怪しいよね、関係がね。田中とね、含みを持たせた言い方をして梶原リビングに戻っていった。さあ、田中と愛の関係がちょっと怪しいぞ。大沢書斎に戻るとパソコンに向かった。刑事たちが詰めているリビングにはどうしても痛くない。モニターの中では40歳以上の植木彩コミュニティが開いたままになっている。何気なくページを更新してみると大沢の書き込みにレスがついていた。いつも大沢の書き込みにレスをしてくるプリティーハニーだった。植木彩コミュニティによく出没する人物、農業と警察に関して詳しく、世界がもし100人の農村だったら、タレコミュニティ87文書といったサイトにも頻繁に姿を現す。ちなみにタレコミュニティ87文書には、加納深夜の恋人ルミもたまに書き込みをしている。警察の不甲斐なさを非難するプリティハニーに対し、ルミは警察がいかに大変な仕事かを力説し、激しい論争を繰り広げたこともあった。私は植木彩のアメリカ進出は反対です。日本で成功しているのにわざわざアメリカで苦労しなくても、それにあやは私たちが大きくしたのですから、いつまでも日本で頑張ってほしいな。文面に若い女の子らしい顔文字が踊っている。プリティハニーは19歳の女子大生と名乗っていた。40歳以上の植木彩コミュニティは名前とは裏腹に誰でも参加できる設定になっている。それでもメンバーに入っている若い女性はプリティハニーだけだった。レスには続きがあった。ところで、あや占いってやったことある？下のリンクから行けるよ。占いか。トランプや星座なので人の運勢を判断する方法。良い結果の時は信じて悪い結果の時は信じない。占いとの付き合い方はそれぐらいがちょうどいい。このためだけにムービー作ったの。大凶。やだ。もう一回やらして。いくよ。来い。これ決まってんのかな？もう一回やろっか。これで大吉とかで出なかったら嫌だね。まあ、大沢さんだから大凶が出るのかな？マリアの安否について占ってみるか。いい結果だったら信じて悪い結果なら信じない。不安を紛らわすためなら占いに頼ってみるのもいいだろう。書き込まれたアドレスをクリックすると、あや占いのページが開いた。生年月日と性別を入れるだけで植木あやがアドバイスをくれるらしい。とりあえず指示に沿って生年月日を入力し、を男性を選んで進むをクリックした。数秒で占いの結果が表示された。あなたは仕事人間タイプ。まあ、これ、四柱推命学ってね、いうのがあって、占いでね。それってね、本当に生年月日とね、まあ、名前が重要だったか覚えてないんだけど、かなりね、確率統計論的なものに基づいてやってるらしくて、占いというよりもね、統計的な感じで、データを出していくっていうね、学問的占いがね、あるらしいですよ。四柱推命学っていうね。マリアについて占おうと思ったら自分の性格を診断してしまったようだ。周囲の献身的な支えがないと生きていけないのに、それに気づかず毎日を過ごしていませんか？自分の力だけでうまくいっていると思ったら大間違い。何も知らないということは決してかっこいいことではありませんよ。周囲への無関心を改善しないと周囲から手痛い報復が待っているかも。手遅れになる前に周りの人にもっと関心を持つとか、私生活を改善するところから取り組んでみて。そうすれば絶対にいい未来が待ってるはず。同じ結果の有名人、大洗慎之介。劇団メイテイスの主催者、午後2時30分より南川みのりの取材を受けることになっている。2時20分だったけどね、本当はね。痛いところを疲れて不快な気分になってきた。大沢はコミュニティに戻るとプリティハニーの書き込みにレッスをつけた。
プリティハニーさん、久しぶりです。私たちの植木彩という気持ちはよくわかります。でも私は彼女ならどんな苦労しても絶対にアメリカで成功すると思うのです。もし失敗したらその時は私たちが日本で温かく迎えましょうよ、なんて架空のアメリカ行きの話で熱くなっちゃいましたね。そこまで書くと書き込みをクリックした。大沢さん、大沢さん、ドアの外から梶原の声がした。トイレ、弁当、次は何だ。事件に進展がありました。大事なお話がありますので、すぐにリビングへ。梶原が刑事らしい顔をしていた。梶原がちょっとまともになってきたな。大沢がリビングに入ると、険しい顔をした愛がいた。お二人が揃いましたね。私から報告させてもらいます。梶原が神妙な顔で言った。犯人グループのアジュラットらしき場所が確認できました。それで、マリアは。大沢は思わず叫んでしまった。まだマリアさんの安否は確認されていません。では何が大事な話なんだ。なんとなく嫌な予感がしてきた。そのアジトと思われる場所は疲労のマンションでした。その持ち主が、誰だ。大沢さん、落ち着いて聞いてください。早く、早く言いたまえ。梶原は大きく息を吸ってから言った。その家の持ち主は、田中守さんです。あらら、大沢は絶句した。何が何だかわからなかった。嘘よ。愛が怒声を上げた。何言ってんのよ、田中さんが誘拐犯だって言うの。そんな証拠がどこにあるのよ。お言葉ですが、奥さんも田中さんを疑っていたのでは。それはそうだけど、盗聴器までつけていたじゃないですか。梶原が問い詰めるように言うと、愛はうつろな目をしてしどろもどろになった。電話機が冷たくなり響いた。一瞬にしてリビングに緊張が張り詰めた。田中だろうか。いや、そんなはずがない。決してそんなはずは。ヘッドセットを装着した刑事が梶原にうなずき、ついで梶原が大沢に電話に出るように促した。もしもし。あ、もしもし。大沢マリアさんのお宅でしょうか。田中の声じゃない。相手が誰なのかはわからないが、目の前を覆っていた絶望が少しだけ和らいだ。大沢ひとみさんのお宅でしょうか。電話の男は今度はひとみの名前で聞いてくる。そうだが、大沢は短く答えた。その途端電話は切れてしまった。唖然と立ったままの大沢の手から梶原がそっと受話器を取り上げ、電話機に戻した。刑事の一人が梶原に言った。家電元判明、携帯電話からだ。基地局も特定できた。一応人を回すよう、区税管理官に伝えてくる。一応どういうことです？大沢が聞くと梶原は神妙な顔をした。誘拐事件だからといって犯人からしか電話かかってこないわけではありません。もちろん捜査はしますが。そうか。それよりも今は田中さんの所在を確かめることを優先します。まあ、みのりかわだけどね、電話したのはね。いいですね。有無を言わせない口調で梶原が言う。では田中さんに電話を。私がするわ。愛は携帯を出して田中に電話をかけた。怪しいな、その二人の関係ね。田中さんはどちらに向かわれたんですか？梶原が鋭い視線を向けてきた。会社だ、資料を取りに行かせた。実は知らない。実は知らない。瞳のことは隠しつつ本当のことを言った。田中が誘拐犯なら青いワゴンや瞳のことを洗いざらい話すべきなのだろう。しかしまだ心の隅で田中を信じていた大沢は全て打ち明けることができなかった。田中さんのマンションに捜査員が向かっています。報告を待ちましょう。カジュアルのすぐそばでは愛が金切り声を上げていた。どうやら何度かけても田中に電話がつながらないようだ。カジュアルがポケットから携帯電話を取り出した。可能か。どうした？部屋の隅に移動しながら梶原は小声で話を始めた。それは構わないが、どうしてだ？短いやり取りの後、梶原は大沢に携帯電話を差し出した。現場の捜査員がお話があると、大沢は神妙な顔をして電話に出た。もしもし。変わりました、大沢です。渋谷署の加納と言います。時間がないので担当直人に聞きます。加納という男は一呼吸を置いていった。抗ウイルス剤を瞳さんに持たせましたか？はっはっはっは。持たせたというか多分、撃ったんだろうね。な、驚きのあまり大沢の声が裏返った。な、何の話だ。大沢は進めている研究は極秘扱いのはずだ。それなのにどうして渋谷署の刑事が知っているんだろう。さあ、加納のキーパーがまだいけないか。大沢は激しく混乱した。大沢さん、質問しているのはこちらです。ひとみさんに抗ウイルス剤を持たせたんですか？質問の意味がわからん。大沢さん、犯人グループの本当の狙いは。刑事の言葉を聞いた瞬間、頭の中が真っ白になった。大沢さん、大沢さん、どうしました？電話の向こうからしきりに呼びかける声がする。思わず一方的に電話を切ってしまった。ウイルスが狙い？
研究所にあるウーアウイルスが狙いだというのか。しかし待てよ、今の刑事は勘違いをしている。犯人はすでにウーアウイルスを持っているはずだ。だから私はあの時瞳に目を背けるな。これがお前の罪。 A からのメールの意味が今ようやく分かった。あれはこれから起こるであろう悲劇の予告だったのだ。犯人はそう遠くないうちに行動を起こすだろう。もう手遅れかもしれない。大沢さん、大丈夫ですか。顔色が真っ青になった大沢に梶原が心配そうに尋ねた。大沢は意を決してカラカラに乾いたの口を開いた。まもなく殺人ウイルスがばらまかれる。私は言えばその犯人だ。あら、大沢さん告白しちゃったね。突然の自白にその場にいた刑事たちが色めき立った。逮捕してくれ。大沢は押しかかる罪の重さを実感して目を伏せ、両手首を差し出した。詳しい話は全て警察で話そう。何もかも。大沢の脳裏にはバタバタと人が倒れていく様が浮かんだ。研究室内の抗ウイルス剤には限りがある。もし感染者の隔離が間に合わず、渋谷、いや日本中にパンデミックが起こってしまったら、抗ウイルス剤では止めようがない。パンデミック、ある特定の感染症が世界的な大流行となること、感染爆発とも言う。14世紀のヨーロッパではコレラの大流行で人口の3分の2が死亡したという説もあり、20世紀初頭のスペインからの大流行では世界中で2500万人以上が犠牲になった。交通機関が発展した現代では感染拡大の危険性が増大しているとの見方もある。いや、これちょっとタイムリーすぎて怖いんだけど。さらなる感染拡大を防ぐための唯一残された手段は、空爆ね。よくあるゲームの、バッドエンド、罪の意識。はい。ウーアウイルスによって日本が壊滅してしまうことを想像し、絶望する大沢は自分自身を責めて逮捕してくれとまで言い出してしまう。それもこれも可能が走ってある一言がきっかけである。ほんのちょっとした言い違いでも大沢には全く違った意味に受け取れるのだ。犯人の狙いが何なのかは可能は大沢に正確に伝えるべきだろう。うん。ということでですね、これはちょっともう一個どっか行けるとこ行こうか。ジャンプででも大沢さんこう4時20分に行けなかったから、この可能のキーパートを、ね、開く必要があるんだよね。マリアがここでジャンプしていったら開けるかな。うん。アチンの方にジャンプするのかな。うん。バッドエンドにもジャンプがあるね、大沢さんのね。刑事。あ、そう、ここはでも20分のとこは解放されてないから、まだいけないよね。うん。だから、ここは飛べなかったから、やっぱ飛べるところっつったらもう、マリアちゃんの、ここしかないんだよ。この、ここでアチをね、アチを出すしかない。さて、どうなるかな？うん。さあ、男の人が馴れ馴れしく、話しかけてきたということで、アーチ編に飛びましょうか。さあ飛んだぞ。エスカレーターで3階まで降りてきた時だ。目の前に探し求めた瞳がポツンと立っていた。こっちかよ、待ち合わせは2階だっただろう。アーチが声をかけると瞳はキョトンとした顔をした。ま、いや、とりあえずどっか隠れるぞ。なんで隠れるの？瞳は困ったような顔をしている。なんだか様子がおかしいが、そんなことを気にしている場合ではない。あいつらに見つかったかもしんねえんだよ。強引に瞳の手を引いた。ちょっと困ります。すぐに手を振り払われた。予想外の反応に止まってどっていると瞳は逃げるように去っていった。おいおい瞳。瞳の足、速い足取りで歩いていく。着ている服が変わった途端に人格まで変わったみたいである。しかし外国人たちが迫っている可能性があるのだ。一人にしておくわけにはいかない。アチは瞳の姿を追いかけた。さてどうなるかな。しかしエレベーターホールの前で瞳を見失ってしまった。こいつは参ったぜ。仕方なく待ち合わせ場所の2階にまた戻ってきた。ふるとエスカレーターを下っていく瞳の後ろ姿が見えた。瞳。アチの声は店内のざわめきにかき消され、瞳は1階のフロアに消えていった。クソ。急いでエスカレーターを駆け下りた。2段飛び3段飛び、いや5段くらい一気に飛んだ。1階に着地して周囲を見渡すと、瞳が上りのエスカレーターに上ろうとしていた。なんで。両手を大きく振って合図するが、瞳は気づかず上階へと登っていく。下行ったり上行ったり、何考えてんだ。
あとはぐるりと回って上りのエスカレーターへと向かう。どいてくれ、頼む。前の人にどいてもらってエスカレーターを駆け上がる。しかし瞳の姿はどこにも見えない。いや、あっち大変だね。同じ顔の人がいたらさ、ね、完全に見失ってしまったようだ。たく、つうかわけわかんね。あっち大きく肩を落とした。ヘトヘトからも各界を回って地下2階にやってきた。カナンから話を聞くのが待ちきれず、また青いワゴンを探しに行ってしまったのだろうか。一人で大丈夫です。瞳の言葉を思い出す。くそ、やっぱ大丈夫じゃねえし。悔しくてあっちは拳で壁を叩いた。やめてください。突然瞳の声をキャッチした。瞳、考えるより先にあっちの体は動いていた。あっちさん。瞳は柄の悪い男二人に腕をつかまれていた。その手を離しやがれ。あっちは男たちに向かって大声で叫んだ。あ、なんだ兄ちゃん。中年の男があっちの方を振り向いていった。どこで見た覚えのある顔だ。瞳は男たちを振り切ってあっちの元へと逃げてきた。兄ちゃん、生きがるのも結構だけどさ、こっちは返すものを返してもらえればそれでいいんだ。手荒な真似はしたくないしさ。返すものって瞳借金でもあるわけ？ありません。急に追いかけてきて200万円がどうのこうのって、瞳も状況が飲み込めていないようだった。恨むなら社長を恨んでくれよ。中年男が相方のチンピラに目で合図した。チンピラの目が獣のように輝き出した。人を殴りたくて仕方がないという目である。拳を構えてフットワークを刻み、シャドーボクシングで鋭い左ジャブを繰り出す。どうやらこの男はボクシング経験者のようだ。待ってください、社長って誰ですか？瞳が男たちに聞いた。はぁ、柳下に決まってんだろうが。ステップを刻みながらチンピラが近づいてくる。ん？チンピラは何かに気づいた顔をした。お前、縁とあちか。ああ、そうだ。はは、これルッキー、こんなところでやりやるなんてな。チンピラは嬉しそうに言った。噂はいろいろと聞いてっけよ。どれ、どの程度のものか楽しませてくれよ。ボクサー相手に殴りかかっても勝ち目はない。どうする？逃げる、謝る、それでも受けて立つ。やったろうじゃん。それでも受けて立つ。チャンスがあるとしたらローキックしかないだろう。ローキック、相手の足の膝より少し上の部分のももに自分のすねや足の甲で蹴り込む技。空手では下段回し蹴りと呼ばれる。腕より足の方が長いのでボクサー相手には有効。狙いは相手が踏み込んできた時だ。シュッ。呼吸とともに左腕が伸びてきた。ここだ。アチも一歩踏み込んでローキックを放った。突然目の前のエレベーターが開いた。アチとチンピラは同時に攻撃をやめた。エレベーターの中には情けない風情の中年男がいた。その男の顔を見るなりチンピラの顔色が真っ赤になった。てめえ、遠山！上へ参ります。行っちゃダメじゃん。エレベーターに乗っていた男は慌てて扉を閉めた。男たちが駆け寄った時にエレベーターは上階へ向かって動き出していた。ほら、さっさとおえい。中年男に大声でせかされてチンピラは階段を駆け上がっていった。てめえらはそこにいるわ。そう言い残して中年男もチンピラの後に続いた。そこにいろって言われて待ってるバカがいるかっつーの。あっちは男たちを小馬鹿にするように言った。まあそうだよね。もうあっちさん探したんですよ。ひとみちゃんも探してたんだね、あっちをね。ひとみ怒ったようにあっちの胸を叩いた。俺よ、なんで？なんでってあっちさんが待ち合わせ場所にいないから。いないからってひとみが別の階に行っちまったからじゃないか。私はちゃんと待ってましたよ、2階で。え、なんだか妙に話が噛み合わない。2階、あれ合ってるよな。でも3階にいたじゃねえか。私3階になんか行ってません。あれ、あれ、分かんなくなってきたぞ。あっちの頭の中は混乱してきた。まあいっか、無事に会えたんだし。ですね。2人は顔を見合わせて笑った。あっちの頭がもうちょっと良ければ。あれ、その服、瞳の着ている服はさっきと違うことに気がついた。いろいろと試着したんですけど結局これに決めました。試着か、なるほど、そういうことね。つじつまがあった気がしてあっちは一人で納得した。いいな、それ。なるほど、下の階に行き上の階に行きってのは試着してたからだって思っちゃったってことか。はい。いや、その服似合ってるわ。ありがとう。なんか今照れました。俺も言ってて照れた。あっちと瞳は二人とも恥ずかしそうに下を向いた。あ、その雑誌まだ持ってたんだ。無理やり話題を変えた。あ、これ捨てようと思ったんですけどできなくて。なんで？雑誌を捨てられるゴミ箱がないんですよ。新聞とか雑誌って普通のゴミとは分けなくちゃいけないでしょ。
瞳あたりをキョロキョロ見ました。それマジで言ってんの？はい、こんな時でもちゃんと分別のこと考えてたの、おかしいですか？やべえよ、何もかも完璧じゃねえか。あっちはますます照れた。ひとみちゃん完璧すぎるな。たーまーくん、バタバタと貧相な男をかけてくる。なんださっきのイカれたおっさんじゃねえか。足のことを無視して貧相な男はひとみに詰め寄る。ほら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 、やっぱり持ってたじゃない。貧相な男はひとみから雑誌を引ったくった。やった、これまだ削ってないやつだ。床にしゃがみ込むと貧相な男はスクラッチくじを削り始めた。待て、そいつは渡さん。別のとこがかけてきて、風のように雑誌を強奪した。さっきエレベーターに乗っていた中年男だ。ダメ、それは私のだ。貧相な男は中年男の体にしがみついた。話せい、話すもんか。出口の前に二人が揉み合っているので、アチと瞳はその場から動けなかった。どうだ、これでもうただの紙だ。中年男が手早くスクラッチを適当に削った。ああ、私の10万円が、俺の10万円だ、はははは。しかし中年男が改めてスクラッチに目をやると、ゲ、当たってる。どうやら適当に削ったのにたまたま当たってしまったらしい。よこせい、嫌だ。二人は雑誌を奪い合いながらどこかへ消えてしまった。何なんだ、あの二人。さあ、残されたアッチと瞳はあてんと立ち尽くした。どんな手間食っちまった。うん、二人は裏口から出ることにした。その時、どうした？突然目の前にシャッターが降りた。なんだこりゃ。ああ、その時間帯になっちゃったか。うん、店内メンテナンスの都合により1階正面口以外の出口を攻めさせていただきました。ご迷惑をおかけしますが、お帰りの際には1階正面口をご利用ください。どうやら正面口以外の出口は閉まったらしい。これで、裏口からは出られなくなってしまった。これはなんか嫌な胸焼けが。それを言うなら胸騒ぎです。だんだんと瞳の突っ込みも素早くなってきた。二人は嫌な胸騒ぎを覚えながら急いで上階へと続く階段を登った。1階の正面口から出ようとしたアッチは急に瞳を引き戻した。やべ、どうしたんですか？例のおっさんだ。え？瞳の顔がこわばった。アッチが柱の陰から正面口を指さすと、杖の男が買い物客の出入りに目を光らせていた。マジいな、あそこにいられたんじゃ外に出られねえぞ。アッチさん。瞳が背中を叩いた。後ろ。振り返ると柄の悪い二人組はこちらに向かって歩いてきた。まずいな。さっきみたいに騒ぎになったら杖の男に気づかれてしまう。あ、チンピラがこちらに気がついた。しまった、とアッチは耳、下打ちした。ひっ。ところが二人組は小さな悲鳴を上げると逃げるように走り去り、あっという間に姿が見えなくなった。どういうこと？アッチと瞳は首をかしげた。まあいいか、とりあえず別の出口を探してみよう。アッチは瞳の手を引いて店内へと戻った。縦のを見てビビったか。一階の裏口はダメだった。さらに非常口までもがロックがかかっていて、外に出る方法は一階の正面口だけに絞られていた。やっぱ正面から出るしかねえのか。もうすぐカナンとの待ち合わせ時間になる。なんとか突破方法を考えなければならない。二人は正面口に向かった。杖の男はまだ一階フロアをうろついている。男の目を盗んで正面口へ行くことはできそうにない。しゃあね、とりあえず上だ。短く瞳に告げる。すぐそばの上り下りエスカレートを大股で駆け上がった。マリ、通してくれ。すみません、通してください。人を押しのけながら無理やり逆行していく。ようやく2階の入り口が見えてきた。このまま登り切ってしまおうと思った時だった。太った女がエスカレーターに乗り込んできた。4階の中華料理店で見た女だ。相当バイキングを腹に詰め込んだのだろう。体が横に膨らんでいて、とてもすり抜けるスペースがない。どいてくれ。アチが叫ぶか、女は知らん顔だ。脇をすり抜けようにも肉に押し戻される。どんどん1階が近づいてくる。まるで杖の男の前にベルトコンベヤで運ばれているようだ。やばい。このままでは。チリちゃん、ところが、杖の男は正面口を凝視したかと思うと足早で店内から出ていった。
何が起きたのかはわからないが、アチと瞳は間一髪で難を逃れることができた。さあ、ね、マリアさんを発見しちゃったんだよね、これね。正面口から出ても杖の男の姿は見えない。どうやらセーフだな。でもそれだったらさ、発信機がついてるとかついてないかっていうところがちょっと怪しくなるよね。アチは大きくため息をついた。ジャストだな、良い心がけだ。発信機がついてたらさ、だってわかるもんね。マリアなのか、どっちなのかね。不意に声をかけられてアチと瞳は心臓が飛び出しそうになった。気がつくといつの間にかカナンが真後ろに立っていた。こんなに接近されたというのに近づく気配を全く感じなかった。暗殺者のような身のこなしに、アチは凍えるほどの寒気を覚えた。いや、暗殺者だからね。実際ね。アチはなかなか動物的な感は鋭いな。To be continued! ということで、なんとか30を迎えることはできましたね。うん。そうすると、バッドエンドになったのは大沢さんだけだから、マリアと、最後だから、ミノリカは可能。大沢さんがここでちょっと誰かの行動を変えるしかないよね。刑事でね。うん。で、刑事で、渋谷署の刑事で、可能14時、あ、可能14時20分いけないぞ。あれ？可能の署進むか。キーボードアウトになったままだね。あれ、可能進ませるには誰が必要なんだ？マリア。マリアのここは？男の人は言ったよね。おや。大沢の、あ、大沢のジャンプからね、ここ大沢か。うん。あ、占いで可能深夜があったか。うん。よし、ここで可能さんが進むから、これで、大沢のあれがなくなるね。で、プリティ大沢のバッドエンドがなくなるかな、これでね。あ、ちょっと待って、プリティハニーとこで可能シーンが出てきたのかな。占い可能シーンや。うん。よし。プリティハニーで可能シーンやね。行きましょう。これで、可能シーンやのあれがポーンと飛ぶので、ここから14時20分ぐらいまでね、頑張って実況していきましょうか。明治通りに出たところでクテからの無線が入った。マンションの持ち主が判明。名前は田中守、大沢健二の同僚だ。え？意外な名前が出てきたことに加納は思わず声を上げた。14時過ぎに田中が大沢邸を離れたのを、梶原が確認している。その後の消息は不明。アタシケースリレーの最終地点である自宅マンションに向かっている可能性がある。各捜査員田中を発見次第確保するように。そこまで言うと無線は切れた。あんたが追ってる黒幕って田中なのか？加納が聞いてもジャックは何も答えない。まあいい、あとは立野さんの安否さえ分かれば。まだ裏切り者の心配をしているのか？こちらの質問にはろくに答えないくせに嫌なツッコミだけは忘れないようだ。立野さんの話だけには反応するんだな。むっとした口調で言い返した。お前はどうして立野が裏切り者ではないと言い切れるんだ。タルノさんはそういう人じゃないからだ。答えになっていない。やけにジャックが絡んでくる。そうだね。答えになってないよね。普通答えるんだったらさ、もっとなんか論理的な証拠を見つけていかないとね。俺はあの人の仕事ぶりをずっとそばで見てきてんだ。だからわかるんだよ。タルノさんには警察を裏切る理由がない。いやー、どうかな。ここまでずっと信用させてきて、この計画のためにボーンと裏切るってことに考えててもおかしくないんだよ。人をそこまで信用したら裏切られた時怖いぞ。ねえ、カノンちゃんよ。仕事ぶりを見てきたか。だったら盾のプライベートについても教えてくれ。金に困ってる様子などはなかったか。あからさまな侮辱にふつふつと怒りが湧いてきた。お前がどう思ってもいい。俺は盾のさんを信じている。信じる。その根拠は。人を信じるのに根拠がいるかよ。不毛なやりとりにとうとうカノンが爆発した。根拠がなければただの感情論だ。論理性も合理性もない。ジャックは薄く笑った。仲間だろうと家族だろうと他人は他人。信じられるのは自分だけだ。冷徹な言い方に、加納はそっぽを向いた。この男とは相入れない。いくら話しても通じ合うものはないと確信した。加納を全て疑え、そうでなければ命を落とす。ジャックが最後に呟いた言葉も加納の心にはまるで届かなかった。
窓の外には渋谷署が見えた。ただ目的地の田中のマンションはもうすぐだった。いたぞ。田中のマンションの手前でジャックが低い声で言った。道路の向こう側を外国人がアタッシュケースを大事そうに抱えて足早に歩いている。確保する。待てカノン。ジャックの声は聞こえたが止まるつもりはなかった。外国人との距離を詰め思いっきり腰にタックルした。カノンと外国人はもつれ合って路上に倒れる。弾みでアタッシュケースが空を舞った。アタッシュケースの行方を目で追うとその隙をついて外国人のパンチが下から飛んできた。顎にパンチが入って後ろにのけぞる。外国人が立ち上がるとジャックの車の方に逃げ出した。ジャック！カノンは叫んだ。捕まえろ。しかしジャックは外国人ではなくアタッシュケースの方に向かった。そうかや、全く。仕方なくカノンが追いかける。ここまで来て見失うわけにはいかない。この時、その時外国人が急に立ち止まった。数台の車が道路の向こう側を塞ぎ、中から刑事たちが続々と降りてくる。挟み撃ちの格好なり外国人は路上で観念した。刑事たちは外国人を確保すると田中のマンションへと突入していった。田中、確保せい。ジャックはアタッシュケースの外側を念入りに調べている。外側を調べたの？中には札束がぎっしりと詰まっていた。身代金の5,000万円だ。これはおとりだとするとどこに？ジャックの小さなつぶやきをカノンは聞き逃さなかった。もしかしてその中に例の新薬が入っていると思ったのか？カノンの問いにジャックは相変わらず何も答えない。しかしその神妙な顔つきから答えを察することはできた。田中のマンションから数人の刑事が出てきた。あれ、カノンってこの情報をどこで手に入れたんだったっけ？薬の情報ね。カノンは何よりも王様マリアのことが気になった。カノンは中の様子を刑事に尋ねた。しかし田中の部屋には誰もいなかったらしい。人質の安否はわからないまま主犯格も取り逃してしまった。事件は解決するどころか最悪の展開になりつつあった。そんな状況だというのにジャックはまだアタッシュケースを見つめている。もう通常捜査に戻らせてもらうぞ。大沢マリアの救出はもちろん、大沢瞳は立野さんのこともあるんだ。カノンの言葉にジャックが反応した。大沢瞳？そうか。大沢瞳に持たせてなら納得がいく。どういう意味だ？アタッシュケースのリレーはフェイクだったってことだ。ちょっと待て、わかりやすく説明してくれ。カノンは自分を落ち着かせるように言った。犯人は何らかの方法で大沢健二に接触をし、身代金とは別に新薬を大沢瞳に持たせた。新薬を瞳に？ジャックは小さくなずいた。アタッシュケースをリレーしていたのは警察の目をそちらに向けさせるためのカモフラージュだ。確かにアタッシュケースのリレーは時間稼ぎのようでもあった。犯人グループの目的が別にあるのなら無意味な行動の数々も納得がいく。しかしそんな手間をかけてまで手に入れたい新薬って何なんだ？カノンは首をかしげる。こう、ウイルス剤だ。少しためらいつつジャックは答えた。ある特定のウイルスに感染した患者を治療するための薬だ。なんだ、その特定のウイルスって。ウーアと呼ばれている。聞いたことのない名前だった。しかしなんとなく話が見えてきた。例えばエボラウイルス。1976年、アフリカのスーダンで発見された。感染するとエボラ出血熱を発症し、高熱が出て体中の至るところから出血する。現在のところ感染予防のためのワクチンも発症後の治療薬もない。あるいは HIV。HIV、ヒューマンイミュノディフィシエンシーバイルスの略、人免疫不全ウイルス。HIV は細胞性免疫を投与する中枢細胞を破壊するため、免疫機能が著しく低下する。そうすると、通常ならば免疫力のおかげで発症しなかった病気まで引き起こすようになる。様々な治療薬があるが、ウイルスを完全に排除できる薬はまだない。もっと身近でインフルエンザ。インフルエンザウイルスを病原とする感染症。症状は風邪に似ているが、それよりもはるかに重く、時に死に至るケースもある。A 型、B 型、C 型の3種類のウイルスがあり、このうち A 型、B 型が定期的に流行する。有効な薬としてノイラミニダーゼ阻害薬が挙げられるが、症状を和らげるものであって完治させるものではない。どれも症状を和らげる薬はあっても、決定的な治療薬は存在しない。もしそんな薬があれば、莫大な金を生み出せるだろう。可能、大沢健二と連絡を取ることはできるな。あ、大沢手には知り合いの刑事が詰めている。すぐに確認しろ。瞳に抗ウイルス剤を持たせたかどうか。またいつの間にかジャックのペースに巻き込まれていた。カノンは携帯を手にするとカジュアルに電話をした。カノンか、どうした？カジュアルはすぐに電話に出た。
大沢さんと話をさせてもらえませんか。それは構わないが、どうしてだ。どうしても確認したいことがあるんです。大至急。わかった。でも大沢さんに捜査状況を話すなよ。はい。しばらく電話口で待つと、かすれた男の声が聞こえてきた。うん。もしもし、変わりました。大沢です。渋谷署の加納と言います。時間がないので担当直入に聞きます。一呼吸置いてから思い切って言った。抗ウイルス剤をひとみさんに持たせましたか？な。大沢の声が裏返った。さあ、キープアウト来ましたよ。ここで、だから、20分の、加納深夜の報道が、これがね、大沢から移動できるっていう感じになるね。さて、40分させていただいてるんで、どうしような、今回ちょっと、もうちょっとだけいけるかな。途中でまあちょっと終わっちゃうかもしれないけど、ちょっとだけいっちゃおうかな。じゃあ、刑事、行きましょうか。な、驚きのあまり王様の声が裏返った。何の話だ？大阪の馬が進めている研究極秘扱いのはずだ。それなのにどうして渋谷署の刑事が知っているんだろうか。あ、これ14時20分に行く。あ、そういうことね。抗ウイルス剤をひとみさんに持たせましたか？な、大沢の声が裏返った。何の話だ？大沢さん、質問しているのはこちらです。ひとみさんに抗ウイルス剤を持たせたんですか？質問の意味がわからん。震える声で大沢が言う。図星を使えて動揺しているのは明らかだった。大沢さん、犯人グループの本当の狙いは、ウイルスだったんです。あなただったんです。ひとみさんだったんです。まあ、ひとみさんだったんだろうね。ひとみさんだったんです。そのまま大沢は何も答えず押し黙ってしまった。大沢さんどうしました？あらあら、切られちゃった。いきなり電話切られた。ずいぶんわかりやすい反応だな。加納は電話をしまいながらつぶやいた。これで大沢瞳に狙われる理由があることがはっきりした。しかしジャックはまだ何か引っかかっている表情だ。何か気になるのか？加納が聞くとジャックが反対に問いかけてきた。大沢瞳に抗ウイルス剤を持たせていたとして、犯人はどうやって手に入れるつもりだったんだ？だから瞳を拉致して、ジャックは加納の言葉を遮った。交差点には100人近い刑事がいた。あの場で強引に連れ去るのはリスクが大きすぎる。アタッシュケースのリレーという手の込んだことをしているんだ。大沢瞳の拉致は捜査陣のいない場所で行われるはずだ。確かにその指摘は的を得ていた。だけどどうやって大沢瞳を捜査陣のいないところまで連れていくんだよ。ジャックは何かに気づいた顔をした。瞳が自分で来るように仕向ければいい。だからどうやって？そこまで行って可能も気がついた。大沢瞳とタリクが接触したとき、アタッシュケースを受け渡す前、あの二人は何やら会話をしていた。あの時タリクが瞳に何かを指示した可能性がある。またあの男を探すことになったか。ジャックが何か言いたそうな目で可能のことを見た。おそらくタリクを逃がしたタテノのことを疑っているんだろう。可能もいちいち反応しなかった。事件が全て解決すれば盾野の真意もわかるはずだ。そうなれば頭を下げることになるのはジャックの方向に違いない。このまま探しても仕方がない。何か事情報が入るまで渋谷署の防犯カメラを使おう。渋谷署の監視モニター室に入ると多数のモニターが2人を迎えた。モニターには渋谷の街の様々な顔が次々と映し出された。加納がオペレーターに指示を出すとモニター上にタリクのデータが表示される。画面に映っている人間にポイントを合わせればその人物がタリクかどうか照合してくれるのだ。オペレーターが次々に画面を切り替える。タリクがまだ渋谷にいるとすれば発見できる可能性はかなり高い。しかしいくら探してもそれらしき姿は見つからない。オペレーターに指示する声がどんどん早口になっていく。少し落ち着け。ジャックが可能の肩を叩いた。本当に無駄に力が入った男だな。これが俺のやり方なんだよ。可能はジャックの言葉を無視して再びオペレーターに指示をする。それじゃ長生きできん。ため息まじに言うとジャックは椅子に腰を沈めた。あんたに言われてもな。俺の弟がそうだった。それは耳を澄ませていなければ聞こえないほどの小さなつぶやきだった。10分後。モニターに黒い服を着た外国人が映った。オペレーターがポインターを合わせる。照合の結果、タリクと同定された。よっしゃ！カノーはガッツポーズをした。
タリクは悠然とした様子で街中を歩いている。カノはタリクのいる場所を空前に報告した。捜査員、現場に急行。カノはモニターでバックアップ。タリクはタバコの自動販売機の前で立ち止まった。誰かを待っているんだろうか。こちら笹山、マルヒを確認。マルヒ、被害者、容疑者、被疑者、容疑者、マルガイ、被害者、山、事件、短パン、単独犯、足、犯人の足取り、取る、上げる、逮捕、確保、疲れる、気づかれる、などの警察用語がある。無線から笹山の声が聞こえてきた。どうやら現場に一番近いところにいたようだ。確保します。笹山の勇ましい声が響く。モニターに笹山の姿も映し出された。いつの間にか変装がオタク風から猫の着ぐるみに変わっている。笹山さん、その格好を目立ちすぎです。しまった。マルヒに気づかれた。追います。笹山がカメラの前から消えた。しまった。うわ、なんだ話せ。柳下さんですね。すみませんが、やはりこの着ぐるみは返していただきます。無線から笹山と何者かが争う声が聞こえてきた。笹山さん、カノがモニターに向かって叫ぶ。カノ、まずいことになった。大至急応援。言い終わらないうちに無線が消えた。一体何が起こっているのかわからないが、とにかく急いで現場に向かうしかなさそうだ。カノは渋谷署を飛び出した。マリアちゃんがあそこで処分するんじゃなくて、自分で処分すればよかったか。現場には着ぐるみを着た笹山が見たことのない男に捕まっていた。タリクの姿はない。笹山さん、どうしたんです？どうしてもこうしてもあるか。急にこの男が襲いかかってきて。興奮した様子で笹山が言った。着ぐるみ返してください。社長命令なんです。男も荒く息をしながら笹山に詰め寄っている。この着ぐるみの持ち主なのだろうか。どうしたんですかそれ。全体外の雑貨屋で買ったんだ。変装にはちょうどいいと思ってな。盗んだんじゃないぞ。でも返してくれって言ってますよ。だからわけがわからないんだよ。笹山が激しく地団打を踏んだ。あなたが柳下さんじゃないのはわかりました。そんなことは問題じゃないんです。とにかく着ぐるみを返してください。返してやるよ。後でちゃんと返してやるから話せ。ダメです。今ここで脱いでください。だから脱ぎたくても脱げねえんだって。さっきから言ってんだろ。チャックが噛んでんだよ。ものすごい剣幕で二人がやりなのを聞いているうち、カノはだんだんバカバカしくなってきた。こんなことをしている間もタリクは逃走しているのだ。二人のことはとりあえず放っておいて、今はタリクを追わなければ。カノが機密を返そうとしたとき、笹山が言った。カノ、手伝え。は？脱ぐの手伝え。いや、今そんな場合じゃないでしょう。犯人を追います。お前、先輩を差し置いて手柄を人質にするつもりだな。は？もう少しで俺は奴をしょっぴくところだったんだ。奴を逮捕するのは俺の役目だ。そうだろう。気持ちはわからないでもなかった。実際こんな状況に ならなければ笹山は任務を全うしていただろう。わかりましたよ。カノは猫の首の後ろにあるファスナーに手を回した。しかし、確かに笹山の言う通り金具が噛んでいて全く動かすことができない。早くしろ。やってます。ゆっくりしてる暇はないので、カノは近づくでファスナーを引っ張った。ダメです。何もにつかないで。男は悲鳴を上げた。でもこうでもしないと。ダメなんです。下手をしたら誤作動してしまいます。誤作動？何の話だ？カノはさらにファスナーを握る手に力を込めた。うん。笹山が泣いた。驚いてカノの手が止まった。なんだ？また笹山が泣いた。しかしそれはとても笹山の声とは思えないものだった。おい、中でゴトゴト音がしてるぞ。笹山がうろたえた声を発した。まずい。動き始めたんだ。男が顔を真っ青にしていった。動き始めたって何がだ。笹山が問い詰めると男はしばらくためらった後、覚悟を決めたように口を開いた。実はこれ、ただの猫の着ぐるみではないんです。というと、我が社のミスで間違ってレンタルしてしまったのです。いえ、私もそんな恐ろしいものだなんて知らなかった。さっき社長から聞くまで私も知らなかったんだ。だからなんだって聞いてるんだ。悟空を見つめて男はぽつりと言った。キャッツです。ほんの少しの間で静寂が流れた。笹山がおずおずと男に声をかけた。うん、それはわかってる。キャッツ、つまり猫だろ？違うんだ。これはキャッツなんだ。だからわかってるよ、それは。誰が見ても猫だよ、これ。違うんだ。キャッツなんだ。キャッツ、コスチュームアザトランスミッションシステム、転送装置としての衣装。開発は東洋福連先端技術部。試作機のため危険なので絶対に貸し出さないことと社内通達があったが、手違いで連絡させてしまった。うん。まあ、バットインでもバットインで分かったからさ。また猫の声がし始めた。その鳴き声が次第にテンポを上げていく。鳴き声というよりも何か機械の装置が回転しているような音だった。
突然フラッシュをたかれたように周囲が眩しく輝いた。笹山を中心とした半径3メートルほどの空間がぐにゃりと歪んだ。いや、こういうのはね、こういうバッドエンドはちょっとなんか良くないな。次の瞬間にはカナたちの姿はどこにもなくなっていた。いいけどさ、いいけど。はい、キャッツ。猫の着ぐるみキャッツが誤作動を起こし、カノーたちは異次元に飛ばされてしまった。笹山の着ぐるみを着ていなければこの地にならなかったと、手がかりはセンター街の雑貨屋で買ったという笹山の発言であると。はい、ということでセンター街の雑貨屋で売らないようにしましょうね。マリアちゃんの行動を変えましょうかね。ここだね。着ぐるみを脱いで処分してもらうかどうかだね。まあここは気が引けるので自分で何とかしましょう。そこまで面倒を見てもらうのは気が引ける。これくらいは自分で何とかしよう。そう告げるとなぜだか店員は少し残念そうな顔をした。さあこれで笹山が着なくなると思うので、可能の書を進めていこうかな。たたり発見。バッドエンドが回避されたね。10分後、モニターに黒い服を着た外国人が映った。オペレーターがポイントを合わせる。照合の結果、タリクと同定された。よっしゃ、カノはガッツポーズをした。タリクは悠然とした様子で街中を歩いている。カノはタリクのいる場所を久世に報告した。捜査員現場に急行。カノはモニターでバックアップ。タリクはタバコの自動販売機の前で立ち止まった。誰かを待っているのだろうか。こちら笹山、マルヒを確認。無線から笹山の声が聞こえてきた。どうやら現場に一番近いところにいたようだ。確保します。笹山の勇ましい声が響く。モニターに笹山の姿も映し出された。いつの間にか変装がオタク風からストリート系ダンサーに変わっている。タリクは笹山の存在には気づいていないようだ。距離がだんだん縮まっていく。あともう少し。見ている可能も拳に力が入った。その時だ。一人の男がモニターの中央に割り込んできた。男、遠山。またか、遠山明夫。渋谷G号で、娘の花を探している途中、借金取り見つかって逃げてきた。花も G号から出て、明夫を探しており、ここ、丸山町でバッタリと出くわした。この後、二人は借金取りから身を隠しながら公園通りの方向へ歩いていく。音声がないのでよくわからないが、何か叫んでいるようだ。そのところにタリクが気を取られると、笹山が弾かれたように飛びかかった。路上で二人が激しく揉み合う。カノは息を飲んでモニターを見つめる。先ほどはタリクにやられたが、今度の笹山は一味違った。襟首を掴んで膝蹴りを何発も叩き込む。タリクは苦し紛れにタックルを仕掛けてきた。これを腰を落としてガッチリと受け止める。そのまま豪快な払い腰でタリクを叩きつけた。やった！カノが喜んで手を叩く。袈裟固めで抑え込むと、笹山は手錠を取り出した。柔道の技の一つ、仰向けになった相手の脇腹から身を乗り上げるようにして自分に近い方の、腕と首を押さえ込んで動きを封じる。ジャック、俺たちも現場に行こう。カノがモニターの前を離れた瞬間だった。またがタリクの笹山が崩れるように、袈裟固めを解いた。慌ててカノはモニターを見直す。笹山の腹に何かが突き立っているのが見えた。カメラ寄ってください。カノは悲痛な声で叫んだ。モニターに笹山の姿がアップになる。刺さってる。今度ははっきりと分かった。笹山の腹にはナイフが突き刺さり、路上には血だまりができている。笹山さん！カノは絶叫した。現場に数人の刑事が駆けつけ、逃げようとしたタリクを抑えた。画面の中の笹山は死んだように動かない。路上にできた血だまりはどんどん広がっていく。たまらずカノはモニター室から駆け出した。わ、カノ。遠山が来なかったらよかったんじゃないのか？ To be continued。やべえ、笹山さんは刺される運命なのか。必ずね。うわ、これは辛いな。はい、ということで今回はね、ここで終了したいと思います。ご視聴誠にありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメント等を押していただきね、ぜひぜひ次回をですね、お楽しみに待っていてください。まあ、今回はちょっと長いことできたんで、よかったかなと思っております。さあ、残りがですね、ミノリカワと、アチがまだ終わってないか。マリアちゃんも終わってないね。だから終わったのは、カノーだけだね。
あっちはどこで飛べるのかな。終わらない事件。あ、ここで大沢さん飛ぶのか。いや、大沢がここで次のストーリーが進んでいくと思うから、ジャンプせずにね。うん、大沢のストーリーをね、次回じゃあ進めていきましょうか。はい、ということで今回はここで終了したいと思います。ご視聴誠にありがとうございます。はい、ということでですね、ぜひチャンネル登録、高評価、コメント、ですね、していただいて、ぜひサポートしてください。Thank you for your watching. If you like this video, please subscribe to my channel. ということで、次回は大沢さんのショーからスタートしていこうと思います。はい、ということで、また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。